メガネ、アクセサリー、リコードでございます。今回は、メガネの、あの、検眼時に使うですね、あの、遠近療養に、あの、対応したトライアルフレーム、まあ、私たちは仮枠と言ってますが、それをちょっとご紹介したいと思います。まあ、遠近療養メガネって、あの、こういう累進レンジって、まあ、度数が、あの、ちょっと変わっていきますんでね、遠く、中間、まあ、簡単に言えばですね、あと、こういう、 動く中間、それとあと手元ですね。置き分けてこう、あの、この辺からど,どうするか変わっていきますから、どんどん。それに対応する、初めてにかけるお客様ですね、この仮枠で、まあ、これに加入度入ってますけどね、あの、それの、この鼻の高さがですね、これちょっと見,見え方をちょっと確認する場合なんですよ。こう上がった状態と下がった状態で。それを、こういうフレームじゃないと、ちょっとこう、あの、初めての場合ですね、このちょっと違和感、 うかですね、これどういう、まあ、類震レンズの,この見,え見え方のこのまま違いというか、差というかですね、ちょっと,ょっと上げた状態、ちょっと下げた状態で、そういうことが体験できるんですよ。ですから、普通のこういうトライ、あの、仮枠の場合は、ちょっとそういう、あの、高さありませんので、こういう風が向いてると思いますね、やっぱりね。まあ、こういうフレーム。まあ、さらには、あとはこういう、まあ、動距離も全部合わせられる。これもね、これも高さ調整、ここで。あの、ね、高さこう、これで。 上げたり下げたり、ちょっときちいですかね、これで調整できるのがあります。まあ、いずれにしましてもね、あのー、遠近療養の場合は、まあ、加入度変わる場合でもですね、やっぱりこうと、あのー、テストレンズで、やっぱりこう見てもらった方が一番、あのー、分かりやすいというかね、お客様納得して、あのー、こういう見え方の、まあ、違いというかね、を体験できますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。